どうもこんにちは、ナナです。今回はですね、スノーマンさんのラボムをやっていきたいと思います。はい、今回はですね、スノーマンさんの新曲なんですけど、少し難しめかなと思いがちなんですけど、ゆっくり解説をしていくので、ぜひ皆さんもこの動画で覚えて一緒に踊ってみてもらえたら嬉しいです。はい、それでは早速やっていきましょう。はい、それでは早速始めていきたいと思います。こっちが右です、こっちが左です。鏡になるようにして覚えてください。まず今回のですね、ダンスプラクティスの動画はまだ出ていなくて、MV の動画とショートで3人ずつ踊っている動画を参考に分かる範囲で解説をさせていただくので、そこはご了承いただけたらありがたいです。はい、それでは始めていきたいと思います。最初、今回は7-8-1っていうところから入っていきます。最初はジャンプから入るんですけど、右足軸で左足はこう折り曲げて、ジャンプします。で、その時手はこう広げる感じですね。 7-8-1 で飛びます。はい、そしたらこの着地と同時に左足を 1-2-3-4-5 っていう感じで、内側外側っていう風に交互に動かしていきます。膝をまず内側に入れる、次2で外側、3で内側、4で外側、5でまた内側って感じですね。で、これカクカクならないように柔らかく滑らかに動かします。5って感じですね。はい、で、この時に手が円で広げたら、膝を左手は持ちます。で、右手は口の前に置いて、左手は膝にこうついていく感じで1-2-3-4-5っていう感じで動かします。はい、最初の部分もう一回いくと、 7-8-1-2-3-4-5っていう感じになります。はい、そしたら次6で、6っていう感じで、右手は肘を引っ張って戻します。で、その時に左手と左膝は6って感じで外に追い出して戻します。はい、一緒に行くと、6って感じですね。はい、そしたら次、7-8-1っていう風になるんですけど、やることは、こう戻ってきたら、またこの左の膝と左手を外に回して、7で左足ついて、8で今度右足、左側について、その時、体下に下げます。8ですね。はい、そしたら円で上に体を上げます。はい、もう一回行くと、6-7-8-N っていう感じになります。はい、そしたら右の肩を 1-N っていう感じで引いて戻します。 1-N、 ここ体だけ動かして、そしたら次 2-N で 2-N っていう感じで、手は胸の中で置きます。で、その時に膝を2回下に 1-2 っていう感じで下げます。1-2って感じですね。はい、もう一回いくと、1-2-N って感じですね。はい、そしたら3-4っていう感じで、やることは右足に乗って左足上げます。で、手は開いて首を左から前っていう感じで軽く2つ回します。はい、一緒にいくと3-4って感じですね。で、これやりながら体は前向きに持ってきます。3-4って感じですね。はい、そしたら次やることは左足から左右っていう感じで、体の向きを右側に変えて左右足を踏みます。はい、3-4-5-5っていう感じですね。はい、で、その時に手が5っていう感じで、左手は前に添えて、右手、左手の上に刺す、戻す、下に刺す、戻す。って感じで、1-2。はい、持ってきます。はい、ここ、一緒に行くと、3-4-5-5っていう感じになります。はい、そしたら、右手、このまま、6っていう感じで、左手はそのまま下ろして、右手、6ってところで、頭のとこまで持ってきます。CX って感じですね。後ろを通って頭の上って感じですね。はい、で、その時に
ファイブ来たら右足からシックスっていう感じで前に右左変で体を少し前に送ります。はい、手と一緒に行くとファイブシックスっていう感じになります。はい、そしたら右手もう一回、下を通ってセーブンエっていう風になるんですけど、やることはこうちょっと前向いてやると右手セーブンエって感じで後ろにくぐって回してまた戻して後ろにくぐって回すって感じですね。はい、でこの時左手は一緒に書く一緒に書くっていう感じで軽く動かします。はい、で足は右足からセブンエって感じで後ろに1個踏んだら左っていう感じでまた下がります。はい、これを横向きでやるとセブンエっていう感じになります。はい、そしたら次ワンで右足を前にワンっていう感じで左足軸にして前に右足を持ってきます。はい、でこの部分はワンっていう感じで手は右手こう軽くついていく感じで大丈夫です。はい、で今回結構メンバーさんによって手の動きが違う部分がたくさんあるので、結構自由な感じで手は置いて大丈夫だと思います。はい、でここもこうついていく感じで右手置いておいてください。ワン、はい、そしたらツーでツっていう感じで腰から上に体を送ります。ツって感じですね。はい、そしたらスーリで体を前にスーリっていう感じで前に乗って戻すって感じですね。ここがツースーリっていう感じになります。はい、そしたら右足を少しこう外に出してフォーエンって感じでかかとを右側に出して戻す出して戻すっていう風に動かします。ここちょっと早いんですけどツースーリフォーエンっていう感じになります。はい、そしたらファイブで右足を自分の体の方に寄せてファ、はい、そしたらイブで右足蹴ってイーブシックスっていう感じでここもまた早いステップなんですけどファイブ持ってきたらイブで蹴って右左素早くまた蹴ります。ファイブシックスって感じですね。はい、そしたらシックスで体上げて、右足から次セブンエイっていう感じで交互に足を上げていきます。でこの時体も一緒に下げる下げるっていう風に持ってきます。でここ手はまたここは自由な感じでこうつける感じで大丈夫です。はい、もう一回いくとシックスセブンエイっていう風になります。はい、ここの部分は、新芽で、逆側で足をやっているメンバーさんもいるんですけど今回は右足から踏んでいきます。はい、そしたら、イの時左足そのまま上げといて次左足から蹴って着地蹴って着地っていう感じでまず左足左側に蹴る左足のところに右足持っていくで右足蹴る右足のところに左足持っていくっていう風にステップを踏んでいきます。ワンエンツエンって感じですね。はい、そしたらスリーフォーファイブシックスセブンエイの部分はメンバーさんによってまた自由に移動をしているのでここはまた自由な感じで移動をしてください。はい、移動してきたらこの後軽くステップの動きに入るのでここの部分は MV の動画を参考にしてちょっと覚えてみたのでここのステップの部分も少し解説をしていきたいと思います。はい、来たらまずですね右足に体重乗せて左足を外に送ります。えい、えの時ですね5、6、7、8、えいですね。はい、そしたら1の時に左足を中心に寄せてきて1って感じで右足少し立てます。1、はい、そしたら円でこの反対右足を出して円2で左足に持ってきます。2、はい、そしたら次円で左足前
また出して円、はい、したら次スリポっていう感じで、この左足出したらスリーで寄せてきて、円でもう一回左足外に出して、まあここは近くに出して円、フォーの時もう一回右足を送ります。はい、ここが円スリポっていう感じになります。はい、そしたらもう一回反対です。円ファイブシクスセブンエって感じですね。はい、で最後もう一回やります。エンワンエンツエンスリハって感じですね。で、ここのステップ3回繰り返すんですけど、この時手はまたメンバーさんによってこう上に上げながらやってるメンバーさんだったり、こう片手だけ上げてるメンバーさんだったり、まあメンバーさんそれぞれ手はつけていたので、ここはまあ自由で大丈夫です。私は、上につけたいと思います。えんわんえんつえんすりほえんはいぶしくすせぐんえいえんわんえんつえんすりほって感じですね。はい、3回、ステップやったら5、6、7、8は自由に移動になります。はい、って感じで振り付けここまでになります。はい、そしたら最初から最後までゆっくり通してやっていきたいと思います。最初の7、8からいきます。せーの という方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。皆様からのリクエスト曲も受け付けているので、ぜひコメント欄の方にコメントよろしくお願いします。この動画の概要欄に私のインスタグラム、TikTok の方も載せているので、そちらもぜひチェック、フォローの方よろしくお願いします。最後に私のプライベートレッスンも気になるよって方はインスタの DM の方にご連絡お待ちしています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。